キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシスジャパンと、えー、ラブクリエーションという二つの創造論団体の会長をしていますまた水戸第一聖書バプテスト教会の牧師をしていますこのキングダムエデュケーションの授業の時に、えー、私は科学を担当していますけれども、えー 今日は前回に引き続き昆虫の中のアリですね社会性昆虫のアリについて第2回目をお話ししていきたいと思います。それでは今日も前回と同じ聖書の言葉を見てみたいと思います。神言の読書 節節から8節の言葉です怠け者よアリのところへ行きそのやり方を見て知恵を得よアリには狩猟も司も支配者もいないが夏のうちに食物を確保し借り入れ時に食料を集める皆さんはアリを見に外に出たことはあるでしょうかあるいは今外に出て行くならばアリがたくさん そこら辺にいるかもしれないですねぜひアリがどうしているかっていうことを見てみてください観察してみてくださいソロモンはこのアリのところに行きそのやり方を見て知恵を得ようと言っています私たちもその知恵から主の知恵を学んでみたいと思います今日は特にアリの役割分担について 考えていきたいと思いますけれども、女王アリと働きアリはどのような役割分担をしているのでしょうか。前回話の最後のところで女王アリは働きアリを育てて最初の働きアリを育ててその後はもう働きアリを育てることはないということをお話ししました。そして女王アリのそれ以降の働きは何かというと。 卵を産み続けることです、ねえー、アリが巣別れした時、えー、親となるコロニーから、えー、オスアリと一緒に飛び立って、まあ、それぞれの、まあ、オスアリとメスアリが一斉に飛び立つわけですね。でそれぞれ自分の好みのところに飛んでいくわけですけれどもでその途中でオスアリは死んでしまいます。で えー、おさアりからもらった精子を、えー、女王アリはずっと一生蓄えているんですねでその精子を用いて、えー、働きアリを生み続けていくわけですで、えー、精,子の精子のあるもの有精卵から変えるものは、えー、メスですねそして、えー、働きアリになっていきますまた 一部はえたくさんの餌が与えられて栄養価の高い餌が与えられてそしてそれは新しい女王アリとして育てられていくことになりますけれどもそれに対して無性生殖で生まれた卵は、えー、そのままかえってオスアリになるわけです。まあ、いずれにせよ最初の働きアリを育てたあとは女王アリは、えー 今度は卵を産み続けるのが仕事というふうになっていくわけですね決して働きアリにあれをしなさいこれをしなさいもっと餌を食べさせなさいとかもっといい服を着せなさいとかそういう指示をするわけではないわけですね自分の役割として卵を産み続けるというわけですで今度は生まれたばかりの働きアリですけれども女王アリが産んだ 卵や幼虫あるいは幼虫がやがて蛹になるわけですけれどもそういうの世話をするのが仕事になりますまた女王ありに食事を与えるのも仕事ですねですから働きありの仕事はまず卵あるいは卵から帰った幼虫、まあ、幼虫と言ってもウジ虫のようなものですねあそして その幼虫が何度か脱皮を繰り返した後蛹さなぎになってそのさなぎの世話それからさなぎから働きアリが出てくるときに働きアリが手伝ってそのさなぎが割れるその穴をですね広げてあげたりそういうふうにするわけですねそういうふうにして新しい働きアリが生まれてくるわけです。そして しばらく経つとですね働きありは、えー、より力の必要な仕事をするようになります最初は、えー、子供たちの世話ですね新しい働きありの世話ですこれは一番その力の弱いありがする仕事ですね、えー、しばらく経って、えー、もっと力が出てくるときそのときに、えー、どういうことをするかというと トンネル掘りとか砂、えー、内の清掃ですねそういうことをしていきますあるいはそのまあ顎でですね砂粒を1つ2つ運んでそして外に出ていくわけですねそれを延々とその作業を繰り返すわけですそれによってトンネルが少しずつ少しずつ掘られていくわけですねちょっと皆さん想像してみてください砂粒一砂粒1つを持って 穴の外に運び出す何十匹何百匹いるかもしれませんけれどもそれを延々と繰り返すことによってその巣穴が広が広っていくわけですねちょっと気の遠くなるようなその仕事だなっていうふうに思わされるんですけれどもでももしアリがもうこんなのを一粒運んでも何も変わらないじゃないか。もうやめたたっって言ったら 巣穴は広がっていかないわけですねということはこのアリを見て私たちはどんな知恵を得ることが大切かというとまずこのアリが勤勉であるということですね自分の働きに対して忠実だということが言えます本当に小さなつまらない仕事のように見えるかもしれませんしかしそれを一つ一つ一歩一歩し続けることによって自分の住んでいる巣穴が広がっていくわけですね 私たちはイエス様を救い主と信じていても自分がどんなに努力してもあまり福音が伝わらないように感じるかもしれませんしかし私たちに必要なのは忠実でであることなんですね次にさらに、えー、まあ老練なありになりますと働きありになりますと今度はやっと外に出ていくようになるわけですね。えー 割と高齢の働きアリは外に出て餌探しをするわけですですから皆さんが外に出て行ってアリを見たならばそれは割と高齢なアリだっていうふうに考えてください。そういうわけでアリは働きアリはですね最初は、えー、女王アリが産んだ卵の世話幼虫の世話蛹の世話あまた 女王ありに餌を食べさせるそういう働きをしますそしてある程度それができるようになったら今度は巣穴の拡張とまた巣穴の清掃ですね、えー、砂壺を一生懸命一つ一つ外に運び出すそういう働きをしますそして、えー、それも終えてもっと、えー、仕事ができるようになると、えー、外に出て行って 餌を運んでくるこの餌を運んでくるというのは最も危険な仕事ですいつ外的に狙われるかわからないわけですねそれまでのようにこう巣の中で守られているわけではないからですそして、えー、女王アリはどういう仕事をするかっていうことですけれども先ほども述べましたけれども女王アリはある時期が来ると今度はオスアリを産みますこれは無性生殖によって た生まれた卵がオスアリですねまた働きアリと同じ卵からですね女王アリを作るために特別栄養価の高い餌を与えて女王アリを作っていきますで、この女王アリとオスアリは、えー、サナギから帰った時にはですねどちらも羽が生えているんですね働きアリもそうですけれども さなぎから帰ったばかりの女王アリあるいはオスアリは、えー、ほとんど透明の体をしているんですね、えー、それがだんだん時間を経って数日経つと、えー、外骨格がだんだん固まってきます皆さん外骨格って何か覚えていますか私たちひ人は、えー、皮膚があってこれは硬くないわけですねでも昆虫は外側が いい殻で覆われていますそれが外骨格ですねこの外骨格が数日できちんと固まりますのでそれから活動ができるようになります。女王アリはオスアリの卵を産んでそれと同時に女王、えー、アリ新しい女王アリのための卵を産んでそれがかえって栄養価の高いものを食べさせられて女王アリに育ちます。 でその後、えー、またその新しい女王アリとおっさんたちはペアで巣離れしていくわけですねまあ巣別れしていくわけですではここから働きアリの仕事について詳しく見ていきたいと思いますまず働きアリが、えー、帰った時ですね最初の働きアリはどうするかっていうと 一番その次の世代の世話をするという話をしましたけれども一番最初にするのが次の世代の世世代話です、えー、具体的にどのような世話をするかというと幼虫やさなぎまたそういったものを適切な温度と湿度の部屋に連れていくわけですね女王アリがいるところが大体いいアリの巣の中央のあたり。 になりますでそこで卵が生まれまれすでその卵をちょうど湿度と温度の適切な部屋に運んでいくというのがこの働きアリの仕事になりますでその卵あるいは幼虫ですけれども一日中アリになめられたり触られたりしていますまた餌を与えられるわけですね。でそういうふうにしてアリは成長していくわけですね。 でやがて何度か脱皮を繰り返した後サナギになります。そしてサナギから、えー、成虫になるとき、えー、穴がこうパカッと割れるわけですけれども働きアリはその穴を広げるのを助けます。そして、えー、成虫の働きアリが出てくるわけですね。この写真を見てください。これは何だと思いますか。まあ、隣で男の人が見上げて。 なんだろうと思っていますね、えー、赤ちゃんが生まれたときに天井から通してこうくるくる回すやつでしょうかそれとも何かのオブジェでしょうか実はこれはアリの巣ですねアリの巣の型です模型ですで、物、えー、によっては五メートルとかそれ以上もアリの巣は続いている深く続いているっていうふうに 分かってきています。で、この何メートルもの深さのですね。アリの巣しかもまっすぐ深いだけじゃなくて、こう。あちこちこうジグザグしているわけです。けれども、そのアリの巣の中をあるはえ絶えず歩き回っているわけですね。また、あるはどんどん生まれてくるわけですから、それぞれの蟻が住めるように。 巣穴を絶えず広げていく役割があるわけですで、えーまあ、幼い子どもたちを育てる役割を終えた働きアリは今度はその巣穴を広げる働きに移っていくわけですけれどもでこの深さ5メートルですねアリの体を考えたらばその まあ私たちの5メートルっていう感覚とは全然違うと思いますね。かなりの距離をはい上ってそして一粒の砂を、えー、砂粒をポンって出すそしてまた入っていってそれを出すっていうことを延々と続けるわけですね。で最終的にこのアリが運び出すその砂粒の量っていうのは何トンにも及ぶ。 っていうふうに言われています。どうでしょうか。私たちは例えば10キロぐらいの重さのものを持つ百することができるわけですけれども、仮に10キロのものを持ち運ぶとしたら100回往復すれば1トンになります。でも皆さん砂粒はなんどれぐらいの重さだと思いますか。1グラムもないですよね。 多分グラムもないんそれを何延々と繰り返すと何トンになるっていうこと。私たちも忠実に主の働きをするならば成果が見えないように思えても忠実にし続けるならば結果として大きな働きをすることになるということですね。ですから今自分があまり何もできてないように思ったとしても。 主にに忠実に使えているるならば悲観する必要はありませんこのアリの巣が最初は小さかったものがだんだん大きくなっていくように私たちも主の働ききをし続けていきたいいたと思いますその巣穴を広げる働きを終えたアリはですねある程度高齢になってくるわけですけれども今度は外の世界に出ていくことができます。これが えー、アリは本当にそれを楽しみにしているかどうかっていうのは分かりませんけれどもまずそういうアリたちは皆さんも、えー、アリを見かける時ですね一匹だけで歩いているアリを見ることがあるんではないかと思いますねあっち行ったりこっち行ったりそれは偵察しているアリです何を偵察しているかっていうと何かいい餌はないかなって探しているアリですね。 でもし餌を見つけるならば何が起こるかは皆さんもよくご存知だと思いますねアサの,のところからその偵察アリはフェロモンを出しながらですね匂いを出しながらこれは餌に続く道っていうそういう意味をするフェロモンを出して匂いをつけながら巣穴に帰っていくんですね。 で、そのアリが歩いていって「あこの匂いは餌に続く匂いの道だ」って分かるとですねたたちはそこを通って餌にたどり着きます。で次々とアリは、えー、その道をたどって餌のところに行くので、えー、いつの間にか行列ができているわけですね。皆さんもそういう行列に出くわしたことがあるんではないでしょうか。 ここれが家の中でで起こると厄介ですよね私も過去に何度か、えー、お菓子をこぼしておいてでそこにアリがやってきて行列ができてしまったっていうことがあります。えー、皆さんそういうことがないことを祈りますけれども、えー、もしそれだと今度はそのアリを外に出すのが大変なわけですね。もし皆さんが そういういい実験をしたなえば、ー、砂糖を、えー、例えばですね砂糖を外に置いておく,置く砂糖の山を置いておくでもしあの早くやりたかったら偵察アリらしいのを見つけてポコッてそこに置いとくと持ってってあげるといいですねそうしたアリは自分の巣穴に帰っていきます。で まあ私たちはその匂いを感じることができませんけれどもフェロモンを出しながら帰っていきますそしていつの間にか長い行列がスラナとの間に結ばれるということになるわけですねその行列ができた時のことをもし皆さん出くわしたらですねその行列をよく追っていってみてください 大抵はその巣穴に向かってまっすぐになっているわけではないんですねというのはその最初の蟻がつけたフェロモンの跡をずっとたどるように、えー、行列ができることになるからです、えー、そういうその,恒例のアリの蟻の働き偵察する働きがありますけれどもその他に清掃する働きもありますその清掃とは何かというと巣穴の中の清掃もそうですけれども えー、まあ蟻も糞をするわけですね。その糞を、えー、まあどうするかっていうと、そのままほったらかしにはしません。皆さんも自分の家の中に糞がそこら辺にポンポンポンってあったら嫌でしょ。犬なんか飼っていると糞、えー、をしてしまうことがありますよね。それを皆さん片付けると思います。でちょうどそのようにアリも糞を片付けます。また。 残飯も片付けるわけですねあるいは食あるいはその例えば固形物を食べた口の中に入れたとしても、えー、そのエキスだけを抜き取ってですね自分の唾液と混ぜてエキスだけを抜き取ってあとは出すわけですね。でその残飯が出るわけですけれどもその残飯を運び出すわけですね。運び出して ゴミの部屋っていうのがあるわけですけれども、ゴミゴミを蓄積する部屋ですね。そこにどんどん運んでいきます。また、えー、もう一つまあゴミとして出るのは、えー、死んだアリですね。まあ、高齢になって寿命が来てアリも死にますから、その死んだアリもそういうところに運んでいきます。でそういうわけで糞とか食べ残しとかアリの死骸などを 働きアリは運んでいくわけですね。でアリは皆さんは清潔にしていると思いますか、それともあまり気にしないと思いますか。実はアリは非常に清潔に心がけているんですね。で例えば皆さんあのアリがその触覚と触角合わせてこうまるで話し合っているような ことをしているのを見たことがあるのではないかと思いますね。そういう時に、あるいは相手の匂いがどうかっていうことを感じます。で、もし汚れてたら洗って洗ったりするわけですね。あるいは自分の体を洗うことにも十分な時間をかけるわけですね。例えば、皆さんも歯磨きをすると思います。けれども、歯磨きを適当にしかしなかったら虫歯になってしまうわけですよね。 あるいは体が適当にしか洗わなかったら体が臭くなってきますで、そのようなことにならないようにきちんとお風呂に入ったりするわけですけれどもアリも互いに体をきれいにしてあげるそういうようなことをしているわけですねまあそういうわけでアリは、えー、互いにきれいなその巣穴を、えー、常に作っているそのようにアリは、えー、巣の中を常に きれいに保っており、また自分たちもきれいに保っているということですね。まあ、ここまでは蟻の日常について話をしてきたんですけれども、蟻に外敵がいないかというと、たくさんの外敵がいます。えー、特に蟻たちにとって厄介なのは、その自分たちの巣の中に侵入してこようとするものですね。例えば、えー、サムライ蟻というのがいます。 このサムライアリは何をするかというとののコロニーの中に侵入していきますそして働きアリの繭を盗もうとするわけですね。でそういう黒山アリはサムライアリが来たっていうと一生懸命抵抗して戦おうとするわけです。残念なことに、えー、たくさんの繭が持っていかれてしまうわけですね。 持っていかれたユはどうなるかって働くということになるわけですねまた、えー、トゲアリというのをアリがいますけれどもこのアリはどういうことをするかというと、えー、クロオオアリ皆さんクロオオアリ見たことあると思いますけれどもそういうアリの巣の中に侵入していきます。で女王アリを殺してしまうんですね。 で殺してしまった女王アリの代わりに自分が女王アリになるんですで自分が産んだ子供をそ,そこにいる働きアリに育てさせるわけですね。でやがて、えー、前の女王の働きアリは全部死んでしまって、えー、そのコロニーの中は全てトゲアリのアリの巣になってしまうそういうことが起こります。ここういった現象のことを 社会規制というふうに言います、えー、このアリの社会に規制するわけですねこの侍アリとかトゲアリはそういう規制者なわけですねそれでは次にアリの会話について考えてみたいと思います私たち人は言葉で会話をすることができますけれどもアリはもちろん言葉を話すことはできません ですからアリは、えー、フェロモンで匂いで、えー、相手にいろんなことを伝えるわけですねそのフェロモンの種類もいくつか知られています一つは餌の場所を示すフェロモンですねそれは先ほどお話しした、えー、餌から巣穴に帰る途中匂いを残しますそういうフェロモンがありますまた別なフェロモンは、えー、危険を知らせてそして 空に逃げろっていう命令を出すフェロモンですね。危ないから逃げろっていうフェロモンです。もう一つは危険を知らせてさあ戦おうっていうフェロモンですね。外敵が攻めてきた何とかして防ごうっていうフェロモンですね。それからその他にコロニーの中であの仕事が必要この仕事が必要今こっちに手が足りないよとかそういうフェロモン。 を出してその働きをするそんないくつかのフェロモンが知られていますこの写真はちょうどアリとアリとがその触覚と触覚を合わせて互いに会話をしている様子ですねさあアリの社会を見ていかがでしたでしょうか神言の六章六節から八節のところに怠け者よアリのところへ行きそのやり方を見て知恵を得よアリには 狩猟も司も支配者もいないが夏のうちに食物を確保し借り入れ時に食料を集めるこう書かれていますあるいは一つ一つは小さい仕事ですけれどもその小さい仕事を忠実にするということを、えー、話しましたその忠実ということについて聖書の中の人物について一人挙げて考えたいと思います。 それはヤコブの子のヨセフですねヨセフはエジプトに行ってエジプトの王の次の位にまで上り詰めたことで有名ですけれどもでもヤコブの子としてヨセフが育った時ヨセフは兄弟たちから憎まれたとあります。それははなぜでしょうか聖書には 親に可愛がられたということが書いてありますけれども、親はなぜヨセフだけ可愛がったんでしょうか。その前の前にヤコブがいたのは、えー、叔父のラバンのところですよね。ラバンのところで20年間ヤコブは生活しました。そして、えー、ヤギを買って本当に。 家から離れたところに何日も離れたところにいることが多かったと思いますね。でそういう中で子どもたちはほっぽろかしになっていたと思います。で12人の子どもが、まあ、4人の母親から6年間で生まれてくるわけですけれどもでそのヤコブがカナンの地に戻っていった時その時に、えー、大体一番下のヨセフが「 年齢的に言って6歳ぐらいですね一番上の長男のルベンが12歳ぐらいだったと思います。で、えー、そのカナンの地に帰るまでに上の子たちはその地元の人たちとの交わりというのがたくさんあったと思いますね。友達がいたりそういう子どもたちと一緒に互いに遊んだりそしてヤコブから教えを受けることはそんなになかったんではないかと思います。しかしか カナンの地に帰ってきたときにヤコブは今度は自分の時間ができるわけですねでおそらく子供もたちみんなに一生懸命自分の人生について作り主のことについて作り主がどんな約束をしてくださったかについてまた道徳として何が大切かとかそういったことを一生懸命教えたんだと思いますねしかし上の子供もたちはあまり父親のヤコブの 言葉に耳を傾けなかったでも帰ってきた時に6歳ぐらいだったヨセフは父親の言うことにきちんと耳を傾けたんではないかと思いますそして親の言うことを聞いて育ったのがヨセフですね上の兄弟たちは親の言うことを聞きませんでした親としては 本当はみんなすべての子供に言うことを聞いて欲しかったわけですけれども、言うことを聞いたのはヨセフだったわけですね。で、言うことを聞くということは大きな利点があります。それは何かというと、親からたくさんのことを学ぶことができるということですね。で、ヨセフが十七歳になったとき、ヨセフは父親のヤコブからさまざまなことを学んでいました。どういうふうに人を に対処したら、人は本当に働きやすいかとかですね。まあ、そういういろんなことを学んでいったわけですね。で、ヨセフが常に目を留めていたのは。父親にとって、自分がどういう存在であったらいいのか。っていうことですね。父親に逆らうのではなくて、父親が何をしてほしいかを実行するのが。自分の役割だ。そういうふうに。 心に決めていたのではないかと思いますヨセフは誰に目を止めていたのかそれは父親でしたもし兄弟たちに目を止めていたならば兄弟たちがかったるいからもうヤコブの言うことなんか聞かないでちょっと遊んでこようぜって言ったらそうだなもう疲れたしいいかって言ってこう一緒に行動していたと思うんですね他の兄弟たちと でもヨセフはそれをしなかったわけですで、兄弟たちが悪いことをしているのを見たときにヨセフは父親に言ったわけですね兄弟たちからすればなんだあいつは一緒に行動しないであいつは父親の犬だっていうふうにそういうふうに感じるわけですねヨセフにとって大切なのは兄弟たちももちろん大切ですけれども ヨセフにとって一番大切だったのは。父親にとって。何が喜ばれるか。だったと思います。創世記三十七章の一節から四節を見てみたいと思います。ヤコブは父が一時滞在していた地。カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは十七歳の時。 彼のの兄たたちと羊の群れを飼っていた彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいたヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたこのように兄弟たちはヨセフが悪い噂を父親に告げるっていうのを見て、えー、ヨセフを憎らしく思ったわけですね。でも自分に忠実な ヨセフを見てヤコブはどう思ったかというと本当ににこの子子は忠実ででいい子だっていだうふうに思ったでしょうね3節イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた」それはヨセフが彼の年寄り子であったからであるそれで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が 兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み彼と穏やかに話すことができなかったこのように書かれています兄弟たちが父親から良くしてもらえなかったのは理由は何でしょうかそれは自分たちが父親に対して忠実に仕えていなかったからですね父親の目を盗んで悪いことを平気でしていた だから父親にとってみれば悩みの種であったわけですねでもヨセフはどうかというと父親に忠実だったわけですですからヨセフは用いられましたヨセフは誰に喜ばれたいと願っていたでしょうかそれは父親ですねそして父親からどんな教えを受けたかというと作り主についていろいろなことを教えられたと思いますまたヨセフも もっともっと作り主のことを知りたいと思ってヤコブに質問ししたでしょうでそのような中でヨセフは17歳の時に、えー、兄弟たちに捕まってそして最初は殺されそうになりましたけれども、えー、結局は奴隷として売らえるわけですねでもヨセフは大切なものを持っていましたそれは何かというと作り主が共にいてくださるということですね また全てのことに計画があるということをヨセフは確信していましたこの奴隷とされる前にヨセフは夢を見るわけですけれどもその夢は兄弟たちが自分を拝んでいる夢ですねで、そのようなことが実際に起こるんだろうっていうことをヨセフは考えていたでしょうから全て創造主の計画の中にあるっていうことを知っていたと思いますヨセフは決して 自分を高ぶってですね自分が高ぶってこんな夢見たぞいいだろう兄弟たちっていうふうに言ったわけではないと思いますね後の方を見るとヨセフ自身兄弟たちのことを愛していたことがわかるシーンが出てきます兄弟たちと会うときに泣くわけですね決してその奴隷として売られたとしても兄弟たちを憎まずこれは主の ご計画の中にあるということを本当によく分かっていたわけですですからヨセフは人を恨まずにただ主に信頼して、えー、奴隷としての生活を過ごすわけですね特に、えー、奴隷として羨えて間もなくですけれども牢屋の中にいれられますでほぼ13年間その牢屋の中に入っているわけですね17歳の時から30歳の時まで 牢屋の中に入っているわけです普通だったら牢屋の中に入ったならばもう一生出る見込みもないかもしれないと自暴自棄になってしまうかもしれませんけれどもヨセフはそうででははありませんでしたヨセフはこれは主のご計画の中にあるということを信じてこのやがてこの牢かで出る時が来るそして主の栄光を自分のに与えた働きを 果たす時が来るというのを信じていましたそして最終的に三十歳になった時にですね牢から出ることができそして、えー、パロの夢を解き明かしてパロンの、えー、位の次の位ですね国中の政治を司る立場に立つわけですでそこに兄弟たちがやってくるわけですねで夢で見た通り お辞儀をしたりするわけですけれども私たちがどんな苦境に立っているとしても先行きが見えないとしてもただその時その時を忠実に主に仕えるこれが私たちの生き方ではないかということを教えられるんですねこれが本当に主に忠実であるということだと思います神言の中でソロモンは、えー 夏の間に食料を蓄えるアリを見なさいっていうふうに言いましたマタイの福音書の6章16 19節から21節でイエス様はこのように言っています自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいそこでは虫とサビで傷物になりまた盗人が穴を開けて盗みますこの自分の宝を地上に蓄えるっていうのはどういうことかっていうと この世の楽しみのために自分の時間と才能と自分に与えられているお金やいろんなものを使うそれが自分のために蓄えるということですね20節自分の宝は天に蓄えなさいそこでは虫も錆もつかず盗人が穴を開けて盗むこともありませんこれはどういうことかというとちょうど ヨセフがそううであったようにヨセフが父親のヤコブに忠実であったようにあるいは作り主に対して忠実であったように他のいろんな誘惑がやってきたわけですけれども例えば自従長の妻とかですねから誘惑されたりあるいはおそらく兄弟たちからも一緒にその父親の言うことなんか聞かないで一緒に何々しようよって誘われたこともあったと思いますね。でもヨセフはそれをしなかった ヨセフはヤコブに対して忠実でありまた作り主に対して忠実であった私たちは自分を楽しませるよりも主が何を今喜んでくださるか自分は何をしたら主が喜んでくださるかっていうことを考えながらそれを実行していくことがちょうどとても大切なんですねちょうどアリが本当に忠実に餌を集めたりあるいは 砂粒を出していったりするようにですね二十一節あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです私たちの心の中に主がおられるならば私たちは主に忠実に従いますそれに対して兄弟たちがそうであってヨセフの兄弟たちがそうであったように自分中心の生き方をしたい場合このように宝を積みたいと思っているときにはですね それは結局天に宝を積むことができない永遠の命が与えられても天でいただくものは少ないということになります。私たちは天を見上げてそしてやがて永遠の御国に入った時主のために大きな働きができるように今忠実に働きをそれぞれの働きですね役割必ず 皆さん一人一人に与えられていますからそれぞれの役割を果たしていきましょう。